皇哲上ジーグは鋼鉄ジーグの続編にあたるアニメ作品。二千七7年四月五日から七月十二日まで毎週木曜二十三時三十分二十四時にワウワウスクランブル枠で放送された。時代は鋼鉄ジーグから五十年後という設定。テレビアニメ版鋼鉄ジーグの続編ではなく安田達也作画でテレビマガジン史上で連載されたコミック版の続編で あるが、一部キャラクター設定などが異なる。熱血主人公やヒロインなどのお色気シーンなどがあり、1970年から1980年頃にかけての長い豪作品を彷彿させる作風になっている。メカデザインも前作のものを改良したものとなっており、鋼鉄神ジングも旧パーツやオプションを装着できる。初代鋼鉄ジング今年は中と邪魔大王国の 死闘から50年後の2025年、九州全域は50年前に発生した謎のゾーンに覆われたままになっていた。その九州に近い下関に、羽山殺し神が再び出現。草薙賢治は、鋼鉄神ジーグのパイロットとなり、幼馴染の玉木椿や、親友の美覚京羅と共に、新ビルドベースの下、姫か率いる邪魔大王国に戦いを挑む。 読みは、邪魔だ洋国。外宇宙からやってきた宇宙人であると明かされた。ビルドベースが作り上げた新しいジーグ。初代鋼鉄ジーグとジョイントが同じであり、旧ジーグパーツも使用可能。ケンジが乗る HMB 来航馬が変形し、コックピットを内蔵した頭部となる。ジーグパーツやオプション武装は、ビッグシューターのコンテナ部分から出らされるが、 場合に応じてギガシューターからもい出される。第2話でヒミカが銅託の力を感じており、初代同様に銅託が頭部に内蔵されている。また、ビルドアップには銅託の力を利用しているようで、銅託を奪われた第10話ではビルドアップできなかった。最終決戦時に2つの銅託の力により、波流派の力を持った鋼鉄神ジーグとなる。公式サイトでは、 ケンジがジョイントしたジーグを鋼鉄神ジーグと紹介されているが、劇中では鋼鉄ジーグかジーグとしか呼ばれていない。鋼鉄神ジーグの名は、最終話での鋼鉄神ジーグへ変化した直後の芝千次郎のセリフ。あれはまさしく鋼の神、鋼鉄神ジーグと最終話タイトル、鋼鉄神になれ、に出るのみ。通常武装、技オプション武装オプション武装は、 鋼鉄ジーグと共用が可能である。レーベルはすべてエランティス。なお、第13話に限りエンディングテーマに、鋼鉄ジーグのエンディングテーマである、ヒロシのテーマが使用された。2008年7月に、新ジーグのガングが発売されたが、発売元は、タカラトミーではなく、バンダイとなり、超合金魂ブランドとして発売することとなった。タカラ版マグネもガングに比べると、 超合金魂は磁石が接する面積が狭いため磁力がやや弱く、ジョイント系の違いなどもあるため、完全な互換性は求めるべくもないが、一部のパーツは換装できる。その後、エボリューションとよりダイナマイトアクション、ブランドで製品化されている。仙台ジーグは2012年1月に、新ジーグも11月に発売された。エボトイバンは、 旧マグネ元の互換性があるほか、同規格の他社製品とは、国内外の製品問わず完全な互換性がある。マッハドリルなどのオプションパーツも別売りで発売された。2016年9月には、新ジーグがダイナマイトアクション S で発売される。こちらは、サイズの関係上、武器関連は差し替えで再現される。本作の直接的なゲーム化作品はないが、 シミュレーション RPG スーパーロボット対戦シリーズには本作に登場するキャラクターロボットが何回か登場。スパロボ学園以外ではいくつかのストーリーエッセンスも組み込まれている。ありがとうございます。